どうも、こんにちは。6半チャン目。第6回 MJ グランプリ予選 B。5半チャン目の動画が消えてます。撮影されてなくて、あれって感じです。自分では撮影をしてるつもりで、いつも通り喋りながら打っていたんですが、撮影されてなくて、あれ今、撮った動画どっか行ったと。まあ、過去にも何度もあるんですけど、ちょっとやっちまったなぁと。動画にもならないと、本当にただ一人で独り言言ってただけなんで、意味もない曲を打ってしまいました。5半チャ目は2チャです、2チャ。5回打って、400弱です、今。5回打って400弱。1半チャンあたりプラス79とか、プラス78とか、まあ、80弱ですね。ってことは8回打つと640弱というペースです。ここからペース上げれるか、残り3回を111引けば、まあ、600後半かなと。ちょっと待って、初ポンされてる。こっちも、ポンポンポンの。翻弄といとい、役跳ねまんみたいな。最高形になればいいけど、そんな都合よくはならないと思います。ポン。まあ、イーマン重なれば、なりますね。もうここまで泣いちゃった以上、もう、この形から9層をポンで。ロン。あ、前回の5半チャン目で差し馬戦には勝ったんで、減給がプラマイゼロ減点までは戻ってます。ちょっと1チャンの人がリーピン一発三色、純ちゃん三式、リーピン一発純ちゃん三式っていうものすごい綺麗な手を上がって、おーっと、自分では上がってないんですが、いいもの見れたと思って動画をまあ、編集にかかろうと思ったら、あれ？え、もしかして取れてない？みたいな。そんなパターンです。トン2曲。私、ラス親ですね。トン2曲、シャーチャ、ドラ、キューピン。お、いいね。ドラ頼みのリーチで十分です。4面つ1を見えてます。おーっと、いいね。リーチドラさん、2面3つなんで、チャッチャと引いてリーチ。いやいや、三巡も待つような街じゃない。コロチは別に行かないです。リーチトラさんでいいです。ちょい。どんだけ待たせんじゃい。ローピン薄いな。スーチーソーリーチとサブローピンリーチ。あ、スーチーピンとスーチーソーどっちいいかね。この手、おお、すごい。つもり3個。これはお見事。もうグーの音も出ない。参りました。この親は流さないと。この点数でラス親迎えれば十分逆転ですけど、この親でもう一上がりされると、ちょっと今点数がバランス悪いんで、バランス悪いので、上がっても連チャンできないパターンになる可能性がある都合上。
こはなんとか。点数は、1000点でもいいんで。さあ、この牌はどう？ここも我慢した。数万ちょっともったいなかったな。まあ569ってあったら9切ると思うんだよ。もうここまでマンズが伸びてくるとは、まあ思えなかったんで。神茶マンズを連打している。プレイヤーあっという間にイーシャン戦だ。7万がないので、フリテンも嫌なので、まあ、ピンズに2か4引いて、ピンフードライチできればいいなと。左がピンズのチン一通、本一通、よし、一通のシャンテンと、ピンズのくっつき。まあまあ、一応リーチするわ。リーチ。まあ、ドラドラ、プラス。右がピンズなんで、右がどうだ。この点数で、自分が親。一応自分が浮いてます。2茶からのリーチ。攻めづらいっすね。でも親だし、泣いちゃってるし。でも自敗が手の中から手出しで出てくるってことは、かなり消極的に打ってるなと。お、でも泣いたってことは、鎮逸いったのか。実際左、あー手出しピンズ。左も2ピン、あれあれ、クイタンだった。クイタンに移行したのか、もともとクイタンなのかはわかんないですが、読み外れです。モレリーズもドラドラ。パツペイ。いやいや、痛い痛い痛い。サンチャ、あ、親なら2回連続ぐらい上がりが決まれば得点できるけど、今のは痛い。ただドラ3 12000、どんな形でもドラ3枚使ってロンできれば勝ちです。あとはマンズが2つの2面なるカンパーピン。パーピンから引いたら勝ちですね。パーピンから引いたらピンフドラ3っていう強烈な手ができます。まあ、イーペーコードラさん。でもいいです。ここは2つの2面で、ドラを3枚使って、イーペーコーならダマ点で、12000と。ダマ点で12000っていうのが一番強烈です。左から直まであります。各者どのように打ち回していくのか。プレイヤー、ここでも仕掛けない。ここはスーチーマン引いてシーソー待ち。あとは引けるか。もうブクブクでローマンアンコまで考えて9万も取っといてます。ウーソーでも OK。ピンフードドラさん。スーチーマンから引いたら闇でロンって言いたいんで、チーソー待ちです。いけないか。来い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 、スーチーマン。よし。12000テンパイ。ロンでトップ。
リーチした方が筋で、いや、ちょっとここはダマ、ダマで選択で。ロン。シモちゃん、これは思わぬ失点。うまく打たれてしまいましたね。ダイヤをドラ。ダマの選択がダメだったか。皆さんなら、この数層の筋なんで、リーチをかけるのか。まあ、リーチかけるとおそらく、左は完全に檻だなと。チップが5000切って、まあ、どんどん下がってます。三茶を引くようだと、おそらく、S 章はきついかなと。8回中、4回、4茶は0、3茶1。2ちゃんは1回から2回。あと全部いっちゃう。これでようやく S 章いくかなと。おそらく最終的には630から660くらいに行くんで、まだまだ足りないです。悔しい一曲、最後のリーチかけてれば、また違った展開になったかもしれないんで、いや、即リーでしょうと。通奏の筋で。いや、リーチするねって言った人は、トップ取ってたかもしれないです。その他は、ちょっと思いつかないですね。あれがミスだなぁと。悔しい曲ですが、まあ、8回打って、まずはトータルの数字出したいと思います。いつも見てくれてありがとうございます。また見てもらえるように、できるだけいい麻雀を、かっこつける麻雀、かっこいい麻雀、楽しい麻雀、またはトーク、そんなのをまあ目指してたりするもんで、また見てやってください。今回もどうもありがとうございました。